お疲れ様でした。ナシキス。達也さんのブロックが結構強烈だったので。そうです、ね、うん。ちょっと逃げながらだったんですけど、ちょっと滑りますね。結構雨降ってて。うん、はい。よかったな。お前それ去年来たろうよ。そうですね。多分その時ひどい成績だ。ひどい成績ですね。やっぱそうよね。良くも悪くもです。でその前の京都杯よかった。そうですね。いや前回ダメだったのに今回いいと思います。上出やすぎから言うたし。じゃ強いよ。今日そのまあ後ろ攻めからでもというかその丁寧にそうです、ね、まあ、佐々木くんがどれだけやる気あるか、まあでも佐々木くんはいつも本当に積極的なレースをする選手なので、うん、まあ、自分もそれに立ち向かえる、まあ、自分のなんていうんですか持ち味を発揮して勝つためには、うん、寒くないだろうな、うまく相手を使いながらっていう展開に、うん、にすることができましたね、まあ、しっかりこういう一着がやっぱりいい弾みというか、そうですね、うん、本当に久しぶりにいい一着が取れたと思います、うん、はい、それこそその締めじゃないですか、弟子がおるてお弟子さんだったら弟子して頑張ってる、まあ、まあでも弟子も弟子で頑張ってもらって自分は自分でまた頑張ってやっぱり塩が頑張らなくて弟子やろな、うん、で来月のその新の杯の理事長杯もあると思うと、うん、やっぱモチベーションまたこうグッとね、そうですね、あの、うん、今はそれに向けてしっかりトレーニングをしてる、うん、段階なので、池田の前にでも決まってるな。確かに。そうですね。うん、まあやっぱりこの成績というかこの状況から早く、うん、一日も早く抜け出せるように、うん、また明日頑張りたいですね、うん。上で安定できるようにまた。そうですね。体でもちょっと悪くはなくて良くなっている段階とかね。そうですね、うん、はい。だいぶいいと思います。点数も自分に五六点まで上げてますね。うん。最後1点ぐらいだったら、ね、はい、大事です。明日頑張ります。頑張ります。また番組見えたらお願いします。いいだけどな。